強力な票をかましました。サリー、はあ、なんかまだやってますよね、配信ね、自分のやつね。で、結局自分がやりたかっただけなんですよね、あれね。間違いないじゃないですか。ね、収益にしたいんですよね。なんかね。そういうやつなんですよ。ね。やっぱりね、みんなね、自己顕示欲が強いんだよ、ある程度ね。そう。それで、その、なんていうの？自己顕示欲が強いから、自分より上回り、小山慶吾に上回りたいっていうところを、と、なんか、一人だったら勝てないみたいなね。一人だったら勝てないから、なんかちょっと味方にして、初めに近づいて、で、自分のリスナーの人たちの信用を得て、まくりに来るってね、勝てるんだったら勝ちたいみたいな。で、その上で人気は下げたいみたいなね。あと、自分自身、それぞれね、そいつらが、その人間たちが、悪いことを多分してるとか思ってるみたいなのがあるから、ね、後ろめたい気持ちが強いんですよね。だからこのまま一緒に人生を歩んでいっても、必ず自分はなんか心苦しくなる、心暗くなるっていうところがあるから、反面にもあったんですよね、この時期にね。それでおそらくというか間違いなく、心の潜在能力の中でね、隠れたその意識の中で、小山慶吾は絶対負けないだろうなっていう思いがあるんですよ。自分たちがこうやってアンチに回っても、小山慶吾は絶対負けないなと。ね。で、ここで、だからこそこの辺でリタイアしようみたいな。いろんなその、葛藤ですよね、ジレンマ。あ、畑野さん、すいません、ありがとうございます。いただきます、ありがとうございます。そこが生じちゃってるんですよね。勝ちたいのと、ね、悪いことしてる。ね、自分の実力がないみたいな。ね、っていうところで、心苦しくなっちゃうんですね。心暗く。だからこの辺でっていうことね。で、小山慶吾は絶対負けないだろうっていうね。その、潜在意識の中にあるんですよね。だから、もう自分はもうこの辺で悪いことしてきてるし、悪いこと今もしてるとか、なんかあるんでしょうね。で、それがね、もうわかる。同時に重なったし、よっぽどだなと思って、小山は偉くなるんだな、みたいなさ、慶吾君は絶対偉くなるよ、みたいな感じの中で、